皆さんこんにちは、海です。今回は海外で生活してみたい方へ向けてお話ししていこうと思います。私のことを軽くお話ししていくと、私はイギリスで2年間働いたり勉強したりできる YMS というビザを使って行ってきました。お仕事はオンラインで日本語教師をしたり、現地の日本語学校で働いたり、あとはオーペアという家庭に入ってその後家庭にいる子どもの世話をしたりっていうお仕事をして2年間過ごしました。あとはグラフィックデザインを学んでいたので、美術館へ行ったり、あとは知り合いのイベントのポスターを作ったりっていうことに参加させてもらったりして、いろんな経験を積むことができました。海外で生活してみたいけどできないとか、なかなか踏み出せない人って、例えばお金の問題とか仕事とか、あとは海外で生活していけるのかっていう将来に対する不安がすごく大きいと思います。私自身もこの不安があって、7年前同じビザのチャンスを得てはいたんですけれども、問いを見送ってしまいましたので、とてもこの不安はわかります。なので私の2年間の経験を踏まえて、どう考えていたら海外で生活できるっていう夢を叶えることができるのかっていうことについてお話ししていければなというふうに思っています。まず一つ目が、自分の海外へ行く目的が何であるかを明らかにした方がいいということです。例えば海外で生活してみたいという目的を果たすだけなら、1ヶ月とかでもいいんじゃないかなっていうふうに私は感じました。1年とか2年とか大きいスパンで考えてしまうと、仕事どうしようとか余計な不安要素が増えてしまうので、まずは1ヶ月っていうふうに決めて、短期間で行ってみることをおすすめします。海外へ行く目的が現地の会社で働いてみたいとか、英語環境に長く身を置きたいであれば、またちょっとお話が違ってくると思うので、そういう方はビザを取得して長く行かれた方がいいのかなっていうふうに思います。多分 YMS のビザを取得して悩まれている方って、今の仕事を辞めて海外へ行ってどうすればいいのか、キャリアの不安だったり、いろんなことが、頭に浮かぶと思います。正直海外で行ってからの2年間っていうのはどうなるかっていうのは誰にも想像できないと思います。2年間のビザではあるんですけれども、その2年間どう使うっていうのも自分で決めれるし、もし途中で辞めて日本に帰るっていう選択をしたとしても、それはそれで自分の時間の使い方として正しい選択だと思うので、あまり期間に縛られずに考えていくことをおすすめします。2つ目にお話しすることは、海外へ行くっていう選択をして、それからの現地での生活だったりお金に関してです。自分の海外に行くっていうことに対する目的がはっきりしてくると、どれぐらいの期間で行けばいいのか、どれぐらいお金がかかるのかっていうのが結構明確に分かってくると思います。例えば海外で生活してみたいっていうことが目的である方であれば、短期間で日本人の方がお部屋を貸していたりすることがあるので、そこに滞在しながら生活をしてみるっていうことも手だと思います。滞在費に関しても不安があると思うのですが、例えばお部屋を貸してくれる家庭のお手伝いをしたり、あとは農業のお手伝いをするということで滞在費をタダにするっていう方法も探すことができます。実際私もオーペアという家庭の子どもたちの宿題を見たり、お手伝いをすることで滞在費をタダにしていただきました。ただその中のお仕事にはビザが必要だったりする場合もあるので、自分がちゃんとしたビザを持っているのかどうかで多分お仕事の内容は変わってくると思います。あとはパソコンがあれば結構オンラインでできるお仕事もあるので、そういうのを探してみるのも手かなっていうふうに思います。私の知り合いの中にもウェブデザインであったりコーディングをしている方が結構いました。でコーディングをやっている友達も短期で学校に通ってコーディングができるようにして業務委託でお仕事をもらって、それで生活をしていました。あとはネイティブの日本人ということを生かして日本語教師のお仕事をすることもとてもいいかなというふうに思います。今回の動画では海外で生活してみたいという夢を叶えるために、まずは自分の目的をはっきりさせること、
そしてそれに対するお金だったり滞在費をどう賄うかっていう方法はたくさんあるっていうことについてお話しさせていただきました。この動画が夢を叶えるきっかけの一つになれたらとても嬉しく思います。動画を見てくださってありがとうございます。皆さんが悔いのない決断ができますように。